アトラクションが緊急停止し、多数のけが人が出たことを想定した訓練が、能美市にある遊園地、テドリフィッシュランドで実施されました。訓練は落雷により、園内すべてのアトラクションが緊急停止し、ジェットコースターなどに来園者が取り残され、多くのけが人が出たという想定で行われました。多数の傷病者、要救助者が発生するため、大規模救助事案とする。駆けつけた消防隊はドローンを使って上空から被害状況を把握したほか、最新のはしご車を使ってジェットコースターに取り残された人を救出する手順や連携を確認しました。高性能のドローンですとかはしご車も導入をしてきました。そんな最新鋭の機器がどうこの訓練で活用できるかということも確認できる、そんな機会になったと思います。前々から救助隊とかは観覧車で事故があったらどうするとか、そういったことは普段から言ってたんですけど、なかなか実現に至らず、で今年はしご車が導入されたということで、やってみようということでいろいろ考えとったんですけども、我々の訓練によって市民に少しでも市民の負託に応えられるような形になればいいかなというふうに思ってます。なお、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは先月、停電によりジェットコースターが緊急停止し、乗客が取り残されるという事態が起きています。